クローフォード軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は88,765人であり、2000年の93,366人から1.8%減少した。軍庁所在地はミードビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。クローフォード軍はその全体でミードビル小都市圏を構成している。 1800年3月12日に、アレゲニー軍から分離して設立され、軍名は、アメリカ独立戦争期の軍人、ウィリアム・クローフォード大佐にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1038平方マイルであり、このうち陸地1013平方マイル、水域は25平方マイルで、水域率は2.41%である。 ピマ・テューニング貯水池を中心に、ピマ・テューニング州立公園がある。クローフォード軍は、アメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第3、及び第4選挙区に属し、2013年時点では、いずれも共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では、第50選挙区に属しており、会員では、第5、第6、及び第17選挙区に属している。 2013年時点でいずれも共和党議員を選出している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クローフォード軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白。国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。し、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、 アメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。国勢調査指定地域同様公式の管轄権はないが、国勢調査指定地域とは異なりたの面でも特に役割がない。単に伝統的な名前を持つ場所である。クローフォード軍教育学区の区分図、ありがとうございます。